耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニング N1 主催今日の会議の主催は部長だ企画この新商品の企画を立て始めたのは1年前だ趣旨 本日の会議の趣旨をご説明いたします容<量>あの人の説明はいつも要領を得ない融<通>あの人はマニュアル通りにしか動けない融通のきかない人だ「便宜」。 旅行者の便宜を図るため観光地には旅行案内所が置かれている<シ>この車は最新の技術を駆使して作られている実践あの政治家は言うことは立派だが実践が伴っていない着手 そのチームは新しいプロジェクトに着手した措置警察はドラッグ使用に断固とした措置を取った是正最近の超円高を是正する方策が見当たらない是非 憲法改正の是非を問う国民投票が行われた模索問題の解決方法を模索する<中>日本には洋間と和室がある和洋折衷の家が多い許容 我が党としては与党のこの政策は許容できない緩和電車の本数が増えたので多少混雑が緩和した解除台風が通り過ぎ大雨警報が解除された自粛。 タバコに対する社会の見方が厳しくなったのでタバコ業界はテレビ CM を自粛した治安この辺は治安がいいので安心だ監視この ATM は24時間監視されている「禁物」。 試験中焦りは禁物だ冷静に考えよう疑惑刑事は被害者の話に疑惑の念を抱いた見解来年の経済の見通しについて政府が見解を述べた「認識」彼女は。 環境問題に関する認識が不足している概念脳死判定が行われるようになり死の概念が変化した架空この小説は架空の町を舞台としている神秘研究者になって 宇宙の神秘を解き明かしたい脅<威>自然界の脅威に目を見張った有<数>山梨県は日本で有数のワインの産地だ「兆し」。 景気は回復の兆しを見せているけ21世紀の幕開けを世界中の人々が祝った経緯新聞には事件の詳しい経緯は載っていなかった「成り行き」その場の成行で。 私が議長をすることになってしまった。行き違い。鈴木さんを駅まで迎えに行ったのだが、途中で行き違いになってしまった。道のり。学校までの5キロの道のりを毎日歩いて通っている。行く手。険しい山々が、 一向の行く手を阻んだ果て宇宙の果てはどうなっているのだろう決<ツ>を取ったところ賛成派が反対派を上回った目安。 尿や血液検査の結果は健康状態を知る目安になる<ど>我が社は来年10月をめドに人員を1,000人削減することを決めた宣告彼は医者に余命3か月の宣告を受けた声<明>政府は 事故について公式声明を出した受立昨日新政権が樹立した統率上司には部下を統率する力が求められる勢力今 社内で2つのグループが勢力を争っている対等短距離走の世界に新勢力が対等してきた形<成>試合の形勢は後半になって逆転した突破友人は。 倍率10倍の難関を突破して国費留学生に選ばれた展開二人の学者は激しい論争を展開した開拓明治時代になって北海道の開拓は急激に進んだ拡散 排気口から出た汚染物質は、風に乗って街中に拡散した。膨張空気は温めると膨張する。無数夜空に無数の星が輝いている。個室 あの人は自分の意見に固執して人の話を聞こうとしない疎<外>親の過剰な干渉は子どもの自立を阻害することもある保障。 思想、言論の自由は憲法によって保障されている。保障<証>。銀行が倒産した場合、預金は一千万円まで保障される。補足。先ほどの説明を補足させていただきます。補給。マラソンでは、 走っている途中で水分を補給することができる摂取<種>日本人は塩分の摂取が多い傾向にある絶望<貌>あの国は内戦状態で食料が欠乏している添加 食品に防腐剤を添加する「成分」最近の食品には成分表示がしてあるものが多い「内訳」給与明細には給与の内訳が書いてある「除外」応募者のうち 未経験者を除外した還元企業は利益を消費者に還元することが求められる共存この辺りでは多くの民族が平和的に共存してきた奨励<来>学校は生徒に。 読書を奨励した報酬この仕事は面倒だが報酬がいいのでやめられない待望待望の子供が生まれた節度旅行中は 節度のある行動をとるようにと先生がおっしゃった義理<リ>山本さんには以前助けてもらった義理があるので依頼を断ることはできない情<緒>この辺りには下町の情緒が残っている「同様。 面接で思わぬことを聞かれて動揺し、うまく答えられなかった<村>彼の成績は科目によってムラがある風<潮>その場の空気を読むことを重視するのが最近の若者の風潮だ「実態 あの会社は儲かっているように見えるが実態はひどいらしい暴露社員の一人が社長の不祥事をマスコミに暴露した逃亡犯人は5年の逃亡の末警察に捕まった逃避。 現実から目を背け夢の世界に逃避しても何の解決にもならない第三者粉飾決算が明らかになり A 社は役員会に第三者を加えることになった言い分兄弟喧嘩をすると母はそれぞれの言い分をきちんと聞いてくれた「言いなり」。 兄は気が弱く何でも父の言いなりだ模倣彼の絵は有名画家の模倣にすぎない着目免疫の働きに着目して新しい治療法が開発された趣。 ここは江戸時代に作られた庭園で、とても趣がある。渦、洗面台の線を抜くと水が渦になって流れていった。溝、道の端に雨水を流す溝がある。折り<檻>、姉は。 米大統領来日の折に通訳を務めた。